広川町立耐久中学校は和歌山県有田郡広川町にある中学校である。1852年に稲村の日の主人公として知られる浜口五良により旧広村に耐久者として創設された。創立150年を超える日本有数の歴史を持つ。和歌山では旧氏族の教育のために創立された。 特技中学が1901年に県に移管された、あとは耐久中学校が1920年に県に移管されるまで県内唯一の私立中学として地元の中東教育に貢献した。明治時代に和歌山には公立校として特技中学以外には和歌山中学、田辺中学、小川中学、新宮中学の4校があった。 1907年には伊藤博文からも信頼が扱ったイエール大学のラットが来校。また、翌年には釈宗演らが来校し、当時の文部大臣小松原栄太郎の視察も受け、後に表された教育論の中でも、その独自の興風などが伝えられている。創立150年終年記念式典には、 当時の文部科学大臣、東山厚子が訪問して、植樹を行っている。現在の耐久中学校は、広村リズの新生中学校として発足し、学生改革で、耐久高校が湯浅町で発足後、旧耐久中学校のあった地に高地を移転して、現在に至っている。ありがとうございます。